霧島市牧園町で全校児童17人の中津川小学校の子どもたちが学校前の田んぼで稲刈り体験をしました。児童らは5月に田植えをし、夏場には草刈りなどの手入れを続け、今週収穫を迎えました。慣れない手つきの子もいましたが、鎌を使いながらおよそ2時間かけて稲を刈り取り、陰干ししました。最初は難しかったけど、よくできるようになりました。楽しかったです。鎌で切った時スパッて切れて気持ちよかった。収穫したもち米を使って児童らは来年2月に餅つき大会を開く予定です。撮影は霧島市のふるさと特派員谷口則義さんでした。